どうもこんにちは、ミカスです。これ何か分かりますかね。なかなかなんだそれっていう感じのこれね、形してるんじゃないかと思うんですけど、まあゲームやる人ね、最近 e スポーツなんて言ってね、ゲームもなんかこうスポーツとして認定されて今盛り上がってるんじゃないかと思うんですけど、ゲームに限らずパソコンでなんか作業をずっとやるっていう時に、ここね、この辺痛くなるじゃないですか、机の角とかこう当たって。それなんですよ、それ手に装着するものです、腕というか。早速中身を見てみましょう。はい、こんにちは。どう出た、青か。シンプルです、本当にシンプルで、このね、装着する商品と、あと、説明書と、これ何、手袋なのかな。いや、そうなんだ、手袋なんだ。はい、手袋をして、で、ここに腕を通すと、そういった商品なんですね。で、このように裏面ちょっとテラテラしてますけど、ちょっと厚みのある感じになっていると。で、これね、チキチキ、これは、押し込んである状態だとチキチキチキっと閉まっていくんですけど、これ引っ張るとギュッと緩むっていうね、これ靴なんかでね、ついてるのがよくあるんじゃないかと思うんですけど、うちのバイク用のね、ブーツも二足ともこれになってます。早速ちょっとつけてみましょうか。さあ、実際装着してみるとこんな感じなんですけど、まずはね、スリーブでございます。これは長時間の、作業で、腕の疲れを軽減してくれると、そういった効果があるようです。で、この部分っていうのが、手首をこう動かすときに、このように一緒にこう手首と一緒にこれが動いてくれると。しかもこれっていうのが、実はこうマウスを持った時にここがいい感じに高さを調整してくれる役割もあると。なので手首がこうなったりこうなったりせずに済むっていうね。でしかもここもツルツルであると。で、これがね、手首の動きを阻害しないようにできているので、こういうね、マウスの操作をする時にもう狙い通りの操作がしやすいと、そういった効果があるグローブになっております。ということで、e スポーツをやるような方であれば、例えば FPS とかね、標準を合わせるのにね、繊細な操作が必要になったりすると思うんですけど、自分みたいな編集作業をするっていう場合でも、あるのとないのとでは大違いというか、非常にマウス動かしやすいんですよね。ということで、興味ある方はね、説明欄にリンク貼っときましたんで、覗いてみていただければと思うんですけど、こだわりが詰まった商品になってます。なかなかこういう商品って他にないと思うんで、面白いんじゃないでしょうか。以上です。じゃあいいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあいいね。